はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。しげる様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。4月2日 NHK スクランブルでも開催いたします。よろしく渋谷にご参集ください。よろしくお願いいたします。今日は髪の毛切りに出かけてまいりました。でですね、白髪染めして行ったんですけど、髪の毛切ってから染めてくれ言われました。なんかね、染めた髪の毛だと切りにくいんだって。面が見えないっていうことは、その凸凹がよく分かんなくなる、ということらしいであります。皆様も床屋さんっていうか髪の毛切りに行く前には染めないで、切ってから染める方がよろしいかと思います。あと今日は初めて行ったところでラーメン、初めて食ったんですけれども、生醤油が強いもちもち麺で白川ラーメンみたいでうまかったであります。ささやかな幸せ。人類すべてに関係があるニュース。WHO 世界保健機構だっけでしたっけ、がポンコツであることは広く知られた事実ですが、高齢者、持病がある人、妊婦、医療従事者以外のコロナワクチン接種を進めないだそうであります。大変感来ましたね。ね、高齢者、持病がある人なんかはかかっちゃうと重症化すっからワクチン打っといた方がええですよ。ワクチンに副作用ありますけれども、こういう人は悪化しますんで、ということらしいんですよね。一般反応です。弱毒化と集団免疫獲得を考慮だそうだ、だそうです。問題は言い分がコロコロ変わるところ。医療従事者にも強要するなよっていう記事を見た。 WHO が、たとえ病院勤めの人でもワクチン強要しちゃダメよって呼びかけてるらしいです。もう4回も打っちゃった。俺は2回目でジンマシン出た。とっくに緊急性ないから。日本政府の在庫ワクチンはどうなる、廃棄か。政府どうすんの。5類、5月に2類から5類に落とすって発表あったんで、まあ無料でワクチン打ちたい方は今のうち、5月になったら無料じゃなくなるんでしょうね。無料なのかもしんないな。それだけ特別金出します、もう買っちゃったからっていうことかもしんないですけど、私はですね、その頃無料でワクチン打ちますよってなった頃にちょうど肺がんが判明し治療に突入したんで一回も打ってません。WHO がそういうなら今後も打たないでおこっと。持病は今んとこないんですよ。そのがんの再発が、私は肺がんになる人間であるって判明しちゃったから、3ヶ月ごとの検査で、いつも恐怖で前の日は眠れないんですけれどもよくね、また再発してたらどうしよう。なんせ手術、摘出手術が痛かったもんですから、あと抗がん剤も払いたくて払いたくて、恐怖を抱えております。心に闇を持つ男、靴沢良治。4月から始まる NHK 割増金の相談、多かったであります。宛名のない住所だけの封書にですね、大々的に書かれているようです。ビビるんでしょうね。実施は4月1日ですけれども、こうなりますよっていう脅し文句がババンと書いてあるみたい。ケーブルテレビと契約している方、邪魔表示を消すために NHK に住所氏名を伝えてしまった方、以外は割増金の対象ではありません。ご安心してください。封書は捨てて未契約でいるのがベストです。それと名無し封書が届いたっていうことは、 NHK はその部屋に誰が住んでるか、人住んでんのかさえ分かってない証拠ですんで、なおさら余計に割増金になりません。N 党はですね、相変わらず契約して滞納しるって、進めてるみたいですけど、それはベストではありません。惑わされないでください。小西博之、テレビ朝日に盛大にはしごを外される。篠塚博史、テレ朝社長、報道に圧力があったかという質問に、当時何かがあったというと一切ないし、現場への影響もありません。完全否定ですね。完全否定で笑ったわ。あれ、報道が歪められたって大騒ぎしてたのに、テレビ朝日が朝日新聞の報道をして、
変更してて怒られましたとは言えんわな。社長が言ってんだからこれ公式見解だよな。そんな圧力があったらむしろウハウハで報道すんだろ。決着してから恐る恐る発表するのが卑怯すぎ、ないと言えと圧力があったと言い出すぞ。小西あたりがね、ああそれ言いそうって、総務省もずっと関係者は誰も解釈変更を言われた認識ないし、現に昭和39年から解釈変わってないって言ってたし、それを無視してですね、違法な解釈変更って言い張ってたですね、小西が頭おかしいのは広く世間に知れ渡った事実でありますが、それじゃあそれに便乗してですね、高市やめろって国会で言ってた立憲議員がバカみたいじゃないですかと思われた方、その通りですあいつらすげえバカなんです。立憲と小西の難癖嫌がらせに完全勝利した高市大臣の株が上がってしまいました。ベテラン与党議員、楽な勝負だった。予算成立の MVP は高市大臣。なんせね、予算の話しねえからね。突っ込まれて、まあ、しどろもどろになるような場面もなく、楽な勝負。フラッシュ。ツイッターでは高市総理がトレンド入り。高市氏が最後まで捏造文書という意見を釣らないってことに、称賛する声が多く上がった。ぶれない姿勢は、高市総理の道への第一歩となるか。ベタ褒めですね。フラッシュどうしたんだ、公文社。講談社グループなんですけれどもね。一般判断です。明治まで遡っても、女性政治家の中では間違いなく一番優秀。今まで女性政治家はひどかった。特に野党。まあ、蓮舫、辻元。まあ、ひどいですよね。総理になったら、アイム総理と言えるぞ。辻元の話か。相手に恵まれたか。もし稲田だったら、撃沈してただろう。小西は誰にもらったかはっきりさせる。予算がサクッと通った功績は大。官僚のリークに簡単に釣られる野党がバカすぎる。その通りです。高市総理になったら、どんだけいいかわかんないですけど、まあ、良すぎると、自民党が素晴らしくなっちゃうと、日本改革党の出番なくなっちゃうな。まあ、それでもいいですけどね。味方のはずのゴミマスまで完全敗北とみなされちゃった、小西と立憲は哀れなんですけれども、だが小西の脳みそ回路はそうは思わないらしく、今日も元気いっぱいでありました。今回の放送法の違法な解釈の全面撤回は、社会で最も大切な言論報道の自由を守り、安倍政権の違憲違法の解釈の一角を初めて撃滅できたものとして、ささやかな誇りとするところです。えばってんなぁ。一般判断、あんたが負けなんだけど。すっごい勘違いが、すっごい何言ってるか全然わからない。立憲の支持率落としてくれてありがとう。メンタル試すための勝利宣言、お前への返信は 99% が罵倒だろ。立憲には不快感を募らせただけでは客観的に見苦しい。誰も褒めてくれないから自分で褒めるんですね。違法な解釈、総務省なかった、テレ朝なかった、違憲違法の解釈の一角を初めて撃滅できた、総務省なかった、テレ朝なかった、そもそも解釈変更はなかったんですけれども、違法っていうなら何法何条何項違反なのか指摘してくんないとね。麻布食品ツイート罪を一人で制定してしまうぐらいなんで、脳内にですね、他人が誰も知らないそういう法律が悪かもしんないな。結論、今日も元気な小西は頭おかしい。が結論ですね。まあ、個人なので、これで訴えられることはありませんが、議員ですから、お前は批判されるのが仕事だろっつって、裁判所に突っかえされるんですけれども、一般人にですね、今日も元気な〇〇は頭おかしいって、使うとですね、これご注意ください。名誉毀損はですね、それが真実、事実であっても、直ちに免責されない。つまり、事実でも、名誉毀損取られる場合があります。ですんでね、小西は頭おかしいっていう完全な事実の指摘でも、一般人に対してだとやられる場合ありますんで、ご注意ください。今日も元気な小西通。高市氏の集約さは想像の域を超えるものだった。良識的な自民党議員らからは、もう霞が関は高市を
相手にしない、永田町にも居場所はないなどと言われている。どこで聞いてきたんだ。一般判断、高市さんに完全敗北してて草。へえ、そうなんですか、すごいですね。負け惜しみ、おつ負け犬が誹謗中傷ですか。そう思いたいんでしょう、気の毒に。寝言は出ていい、全然相手にされなくてなかったけど、悔しさがにじみ出ていて、いい文章ですね。想像を超える醜悪さ。永田町に居場所ない、自己紹介をつと。そう見えんだろうな。メディアにも見放され、フルボッコの血だらけ、満身創痍なのにそう思えるとは、無敵だな、すごいな。血だらけで勝利宣言というですね。こいつ残念ですが、長生きしそうですね、残念ですけど。昨日制定した麻布食品ツイート罪について、今日も元気な小西3、私と麻布食品に関するネットの書き込みは違法な誹謗中傷ですので、書き込みや拡散された方は直ちに削除してください。追い脅迫しておりました。一般反応です。聞いてるな、掘ってみたくなるな。投稿が違法である証明しないとダメでは、何条何法何条何項違反、法的手段を取ると裁判を匂わせて実行しなかった場合、脅迫罪に取られることがありますよ。麻布食品がなで違法な誹謗中傷になるの根拠が全く分かりませんが、麻布食品と後ろぐらい関係があるんですか。何罪で、皆さん困惑しておられますけど、それは麻布食品ツイート罪に決まってますよね。もしくはですね、俺が都合悪いから罪、なんか気に入らない罪かな。小西は脳内の最高権力者ですんで、脳内では何でもできますね。無実の人を罰することも何でもできますけれども、それを外に向かって言っちゃうから頭おかしいなーってなるわけで、持論なんですけど、そういえば二言目には民主主義がーいうやつほどそれをへとも思っていない。典型は共産党で、自民は民主主義を守れ言うたびにですね、でもお前ら共産主義者じゃんって突っ込み入るのがお約束であります。まるでですね、決まったタイミング決まった、方の時に玉や鍵やって、声が入るごとくなり、あれね、役者さんがやってんじゃなくて、お客さん、常連のお客さんがやるんだって、そのお約束で。そうなのか、知んなかった。TPP11 に、イギリスが加盟し TPP12 になることが大筋合意、3月中にも正式発表だそうでます。一般反応、割と冗談かと思ってたのが本気だったのか。 EU 抜けたから心細いんだろう。金融関連は面白くなりそう。イギリスの核兵器は魅力的。イギリスといえば、賭け事が有名ですか。ブッカーズとか言ったっけ、ブックメーカーとか言ったっけ、そういうのも入ってくるようになるのかな、ちょっと謎ですけれども。TPP は実質経済中国包囲網、あるいは中国対抗経済圏と聞いております。核兵器持ってるイギリスの参加は魅力的ですね。米国の横やりでですね、破綻した日英同盟の頃は大日本帝国も輝いてましたしね。戦艦金剛も売ってくれたし、これで朝日や NHK がイギリスの参加を嫌がったら、推し確定なんですけど、保証ついたことになりますよね。朝日と NHK その他ゴミマスがこれやだなみたいなことを言い出したら、まあ、保証がついたようなもんなんで、あ、日本と日本人にとっていいことなんだなと、保証がついたようなもんで、全力で推せんですけれども、ちょっと TPP ってね、約束事が何百ページも何千ページもあって、ややこしい、すごくややこしい。なので、勉強不足の朝日や NHK はいまいち分かんなくて、口に出さないかもしれません。各有私もよく分かってません。 TPP もう発行してんだよね。大した生活変わんねえな、思いますけれどもね。というわけで、4月2日 NHK スクランブル、ぜひともご参集ください。4月8日メール党員さん限定、懇親会あります。こちらも枠が空いております。あと3分の1ぐらい、よろしくご応募ください。デトックスジャパン。